花尾慶郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾慶郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾慶郎の音楽魂、今日も楽しくやっていきましょう。おなじみ松下としみさん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします。それでですね、今日早速ね、はい、ゲストの方お迎えしております。まあ割とあれですね、まあ横須賀からですね、そうですよ、はい、今日初めておいでいただきましたけどもですね、もうね、映画長いですね、バンド名、もうバンド名はレトロレジスタンスのお二人ですね、はい、どうもいえいえ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これ周作さんがね、横須賀のもう重鎮、もう長いですね、だいぶ、ね、生まれは山形なんですけどね、ほうほうほう、高校卒業して横須賀の方に来ました。そうですか、はい、もうじゃあもうどれぐらいになりましょうかね、もう45年になるんですかね。ねえ、あっという間ですね。で、いわゆるそのシンガーソングライターとしてね、僕は横須賀でライブをね、やらせてもらった時にご一緒させていただいたのがね、初めてね、お会いしたね、3月ですね。そうですよね、でその時にギターの今日ね、お越しいただいてますけども、ご紹介していただけますか。はい、私の相方、飯沼博さんです。飯沼博さんですね、はい、下の名前が今出てこなくて、はい、かなんか言っちゃって、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ飯沼さんとのきっかけっていうのはどういう感じになったんですかね。もう横須賀にね、ライブハウスでヤンガーザンイエスタデイっていうのがあって、はいはい、YTY、そこに私も月1で企画があってね、毎月第1金曜日にやってるんですけど、それと同じようにこのスケジュール表に決まって出てくるバンドがあって、その中にいたバンマスなんですよね。ああそうなんですか。そのバンマスが有名になってきて、誰に聞いてもバンマスって言っただけで、飯沼さんだって分かっちゃうぐらい有名。名前よりもバンマスっていうのが有名なんで、はい、バンマスよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうでしたが、バイトバイもね、僕も何度かねお世話になったことありました。素敵なね、オーナーマスターっていうか、素敵な形で、カントリーね歌ってある、はい、素晴らしいですね。元映画館ですよね、佐々木さんね。なんか特別な、なんか雰囲気がやっぱり起こすかってありますよね。うん、なんかますね、はい、またその東京ともちょっと違ったね、横浜ともちょっと違いますよね。そうなんか違うもんね、少し違うか、そうね、ドブ板の方に行くと特にね、あなるほどね、かなり違うと思います。昭和感いっぱいですよね。今だ、なるほどね。やっぱりその雰囲気がね、すごく行くとね、やっぱりこう僕は生まれがもともと福岡なんですけども、まあどっちかというと港町というかね、そういうとこかもしれませんけどもですね、なんかね、その落ち着くんですよね。ごちゃごちゃしたところもあるし、なんかね、昔ながらのね、ところもあるし、なんかいいなとか思いますけども、まずね、早速今日の周作さんのね、はいはい、CD の中からですね、はい、1曲、最初に、聞いてみますか、はい、これ黒船というタイトルのアルバムです、はい、ですね、これいつ頃出されたんですかね。これ1年ぐらい前に発売されて、うん、あそうですか。そのライブやってるというか、上地市長が横須賀市長なんだけど、うん、彼ってバンドマンなんですよ、もともと。本当？それで歌ってて、本格的にやっててね、そのミキサーやってた久保さんという方が、久保君知ってますよ、編曲家なんですけど、うん、それがこう
この黒船っていう曲を聴いて、うん、誰が作ったんだって探し始めたらしいんですね。へそしたら私のところにこう届いて、それが、うん、それから知り合いになったという。あ、そうですか。はい、へ、あ、これじゃ あのこの中からね、今日はその月下美人という曲を、はい、あの聴いてみましょう。さんのね、アルバム黒船の中からですね、月下美人をお届けしましたけどもですね、これまたいいじゃないですか、レトロで、なんか素敵ですね、昔風の感じの
雰囲気があるかなと思うんですけど、うん、やっぱり古いのが好きでね、年なもんだからね。あ、はいはいはい、それでまあバンド名も、うん、レトロレジスタンス、うん、レジスタンスで、ね、まあ古いんだけど、うん、なんていうかな、頑張ってるっていうかね、うん、抵抗っていうか親父たちの抵抗みたいな感じの、ね、意味なんですけどね。レジスタンス、うん、なるほどね。でもなんていうかこう昔の曲っていうかね、うん、歌謡曲もそうなんですけども、その今やっぱりそのほらなんかこう いい歌が少ないわけではないんだけども、うん、なんかずっと残る感じがありますよね、メロディーにしても詩にしてもね、はいはい、だからやっぱりなんでしょう、昔はそのプロとしてのね職人さんたちが、まあ、作詞家とか、うん、作曲家とかっていう人たちが曲をまあ作ってたんですけども、今は割とほらまあ、誰でもシンガーソングライターとしてねみんな作られるんだけども、またそれはそれでね斬新でもあるんだけども、心にずっと残る曲っていうのはなんかやっぱりありますよね。うん、専門の仕事やってた人ってすごいですよね。すごいすごい、やっぱり僕ね一回ね柳葉敏郎君がその曲シングルを作詞作曲で作って、その時にヒット賞をもらったんですよ。でシルバーディスクもらった時に阿久悠さんとかも目の前にいたわけ。はい、阿久悠さんとかちょうどそれ徳間ジャパンに移ってた時だったので、うん、そうすると吉幾三さんとか五木ひろしさんとかね、うん、もうそういう表彰、まあもちろんゴールドディスクももらわれて、でなんかそういうそうそうたるその作詞家とかねの人をこう目の当たりにすることなかなかないじゃないですか。うん、やっぱりそういう人たちがね今そのなかなか活躍の場所がなくなってきてるかもしれないんだけども、やっぱまた違いますよね。だから修造さん聞いてるとねそういう感じがするんだよね。なんか嬉しい ね褒め上手になったからね僕は。いや作詞作曲が、はい、全部自分でやられてる、17、18ぐらいから始めて、うん、で妻もいなんととてもほら、はい、当時は登竜門だったから、ね、いけるわけないと思ってこうテープ審査だったの昔はね、はいはいはい、県大会のそれさえ受かればいいみたいな感じで、うんうん、応募したんだけど、うん、あれよあれっていうのにつまごまで行ってしまいましてね。素晴らしい。それでもう借りてきた猫状態ですよ。なんていうか落ち着かないというかね、うん、周りはもう俺はこれで食っていくんだっていうのがこうみんな雰囲気でわかるんですよ、うんうんうん、間違いなそこに来ちゃったなって、うん、そういうイメージでしたね。うん、僕もやっぱり結構その一回だけまあねそのポップコーンに出たことはあって、その時もやっぱり妻子行かせていただいて、その時長渕君とかもね九州大会出てたのよ。で長渕君は落っこちちゃって、で僕は通ったもんだからねもう悔しがっちゃってねそういう思い出ありますけど、そう一回だけだったんだけども、やっぱほら妻越のステージって広いじゃないですか。はい、でその時ね大石五郎さんが司会やられて、そうやっぱりそうだった、はいはい、いろいろな思い出ありますね。本当にいい人だねあの人もね、本当に怒ってくれてね、うちのバンドに中学生がいたのベースが、うん、そんな大事な時にね、うん、受験の受験のそんな子連れてきて君はどう思ってるんだねって説教されちゃってさ。あなるほどね、すごい本当、まあ、いろいろ思い出がありますよね、そのとおり。だから結構修造さんと僕同じ年ぐらいですよね。そう同じなんですよ、ね、同じ年ぐらいで、だからそういうなんかこのノリがね、まあ、やってることはまた違うかもしれないけども、音楽の育った環境というのは割と似たようなねとこありますよね。だからもうあれですか、もともそういう山形から出てこられた時はなんかその音楽のあれがあってっていうことですかね。全然普通の会社に就職しまして、うん、ああそうですか。その時に寮に入ったんだけど、うんうん、隣の部屋に徳島から来た人もギター弾いてて、うん、それで仲良くなって、うん、で昔見たピアって雑誌でね、うん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 、それで武蔵小杉に中原市民会館というところがあって、うん、そこで武蔵小杉フォーク村っていうのがサークルであったんですよ。そこにこう入りまして、う
それが最初ですね、音楽のね。あ、じゃあもう少し結構縁があるでしょ。そうです、もう40何年前に来たんですよ。すごい。まあもう本当に、ね、何十年ぶりで来たらまるっきりもう違う。もうね、今すごく、ね、あの割とおしゃれな街にね。そう、本当平坦でしたよ、私来た頃。本当田んぼとかあったんじゃないですか、まだ。田んぼはあんまり見えなかったけど、本当にでも全然違いますよ。本当ですか。そうよ、だって高層ビルなんてね、うん、来なかったでしょ、もちろん。だからね、早速ね、ちょっと今日ね、CD もう一曲ね、あの、聞きたいんですけども、ちょっとこれはね、変わった CD っていうか、曲のタイトル、ノーモアレントゲンっていうね、はい、タイトルで、これはちょっとふざけた感じになりました。そうですね。ふざけたっていうか、ふざけなくて砕けた感じ、ね。あ、砕けたね。なにわのてっちゃんっていう方がいて、はいはい、あの、うん、この人が、前座で私歌った時にこれ気に入ってくれてね、うん、それで CD 発売されてるんですよね、これもね、うん、まあお医者さんがね、うん、これ聞かせるわけにいかないと思ってたんだけど、うんうん、意外なことに医療関係者ほど大笑いするんですよね。それちょっとね、聞いてみましょうか、ノーモアレントゲン。キャッチーな、ね、楽しいです ね、うん、ライブ会場でね、うん、ナースの衣装を着た人たちがね、うん、踊るの踊るんですよ、これね、定番です。定番なんですか、はい、あ、そうなんだ、それは面白そう、面白いね、うん、それは、名前もついててね、うん、シスターズなんてついてて、なんとかシスターズって、ベクレルちゃんとかガンマちゃんとか出てきて、まあ、それは面白いね、面白い、そういうこと、盛り上がりそうですね、大きな注射器持ってね踊るんですよね、はい、本当、あ、これは結構あれです。これいつ頃作ったんですか。これは3年ぐらい前になるかな。3年ぐらい前、俺30年ぐらい前かと思ったいや、そういう匂いをするよね、なんかこう、でもこれってそういう PV 作ったら面白いかもしれない。そうだよね、で、そういう映像であると。なるほど、ね、そうかそうか、それなんか面白いっていうかね、やっぱり今僕らもそうですけども、ある程度年いって、まあその仕事をしてね、仕事もなんか子供から手が離れちゃって、音楽やってた人がまた音楽やるとかね、そうそう、楽しむとかっていう人も増えてるじゃないですか、ね、だからそういう人たちをね、と、なんていうかな、 ほっこりするっていうか、こういう曲を聴くとね、うんうん、親しみやすいんじゃないですかね、と思いますよね、ということでね、はい、ノーモアレントゲン行きましたけども、
今日はちょっと生歌をちょっとここで挟みますか、はい、あのせっかくねあのギター持ってきていただいて、はい、あれですけどもこれ久しぶりですよ、あのスタジオにこうお二人入るということはね、あだからあの、このアクリル板とかね置きながらちょっと気をつけながら今やってますけどもですね、ちょっと今セットしますのでですね、行きましょうか、何しましょうか、生歌はプロムナードってあのうちのマボリ海岸っていうところがあるんですけど、マボリ海岸、はいはい、そこがすごい散歩するのに最高のところでね、おもう外国みたいな感じ、ヤシがこうだーっとかっこいい、そういうところに住んでるんですか、いやちょっとそこから離れたところですけどでも近いんですよ、歩いて5分ぐらいでそこ着いちゃうんですよね、あ本当に、あいいな、そこ行ってビールを飲むのがね、うん、最高の贅沢なんですね、あなるほどね、いいですね、それをまあ自粛中に出来上がった曲なんですけど、はい、ね、つい最近の曲、そうです、あ、そうなんですか、じゃあ、行きますか、うん、プロムナード、プロムナード、青い海風を
たじゃないですか。ありがとうございます。ねえ。優しい声で。いや、また本当に僕そう、そういう優しい声を持ってみたい。これがまたね、でも、PA 泣かせでね、こう、なんていうの、ストレートに聞こえないんだろうね。何が PA の方でね、音取るのが難しいらしいんです、この声って。そんなことないと思うけどな。ライブなんかでね、そうですか。うん、全然なんか、すごくね、逆に、これちょっと、それでね、素敵な、なんかこう、映像が浮かびますよね。こういうね、海岸の 海のね。あそこ一回、撮影とかってよくやってるんですよ。ほんとすごい、そこで一回飲みたいね、一緒にね。ねえ釣りをしながら。そうそう。明るい、ちょっといいよね。で、またギターがまたね。またこう渋い感じのね、クリアなこうギターがこうパーッと入ってきてね。そう、素敵な。素敵な音ですよね。うん、でも、あれですか、その、井上さんと、はい、今やられてるっていうのは、なんかやっぱ共通点がありますかね。やっぱり、なんていうんですかね、年はまだ周作さんの方ですよ。ちょっと上なんですけど、ライブを見に来て、それからですよね、はい、なんかちょっとこう面白い音になるんじゃないかなっていう、普通にやるとベースとか入っちゃうと、自分のギターのなんかがね、こう消えていくような感じなんだよね。前組んだんですけど、普通のバンドなんちゃって、バンドにするとね、あ、確かにあるよね、だから2人でやると勝手にやったらいいですよ、2人ともギターをね。でも、結局なんていうか、もう芯がね、歌とメロディーと要するに歌詞がもう出来上がっちゃってるので、そんなに音数いらないですよね、はい、だから結構その少しサポートする感じの方が逆にね、いいのかもしれないですね。そういうとこベテランですよね、やっぱバンマスはね。いやいや、別に加納さんはね、似たようなスタイルでやられてるじゃないですか。そうなんですね。だからその辺よく分かっていらっしゃると思います。だから僕はなんかもうやかましいそのロックバンドもやりますけど、ただそのやっぱ最近思うんですけど、やっぱそういうこうアレンジにしても削ることから考えた方がいいんですよね、はい、音を入れることよりもね、だから その方が芯が出てくるというかね、そういう風な気もしますけどね、なかなかわかる、それはなんとなくわかるね。シンプルがいいと言いますからね、音数少ないやつほどうまいって言うじゃないですか。そうでもなかなか難しいですよね。難しいですよ、本当、ね、うん、だから僕も本当に今最近ね、ちょっと練習とかしてるんですよ。肺気腫になっちゃったから。それでタバコやっぱりいっぱい吸った？いや、そんな吸ってないですよ。そんな吸ってないんだけども、まあ普通なんだけども、だからちょっとトレーニングとかしてね、頑張ってますけど、まあ年取ったらいろんなこと出てきますよね、はい、でもいや、俺10年前からも言われてたのも肺気胸って、横浜住んでる時、だから大声禁止だったのよ。それでその時からあーを始めたの。何くそと思って、負けんぞあーって始めちゃったから、もう途中でやめるわけいかないじゃない。で結構なんとか持ってて、それでちょっとなんかなんとなく調子悪いのかなと思ったら肺気腫になってて、だからまあ今ちょっと節制してますけど、まあ今からですね、いろいろ。でもこの間FB の方の Facebook の方の投稿を見させていただいて、頸椎の方もなんかね、そう頸椎抱えてらっしゃるね。頸椎もね、ちょっともうボロボロですね。もう私も実は頸椎症を持ってて、あ、本当に今でもこの指がしびれてるんです。僕もこの親指親指ブラザーズに使おうか。サムザー俺もそうなんですよ。マジで2箇所減ってた。なんだ、ね、もうこういう話ばっかり、もう、はい、病気自慢始まりました。始まりました、病気自慢。ということでね、僕はね、ちょっと周作さんのアルバム聴いた時にちょっとほっこりっていうかね、好きだなと思った曲をちょっとご紹介しましょう。アルバムの中からね、これは横浜の保土ヶ谷っていうところね、地名がついた、曲です。保土ヶ谷バイバス。
3連休おいらを車で工事現場保土ヶ谷バイパスはすでに大渋滞早起きしたのにこれじゃ絶対間に合わねえ監督にどんな言い訳しようか目の前の車は家族連れ隣はアベックイチャイチャおいらは一人ぼっちでも写真を一枚胸にしまって通い慣れた道なのに季節の移ろいさえも気づかないまま通り過ぎた時が過ぎた世間は三連休おいらは仕事で工事現場へ保土ヶ谷バイパスはすでに大渋滞ゆったりした感じでなんかこういうのっていいよね。保土ヶ谷バイパス、お届けしました。この時は周作さんの、お名前で出てたんですよね。そうですね。あのところまで。まあでも今からはね、あの、レトロレジスタンスというね、はい、お二人のね、あの、活躍がね、楽しみですけどもですね。はい、まあライブスケジュールとかはいかがですか。まあ、毎月第一金曜日にね、うんうん、あの横須賀のヤンガーザンイエスタでやってるんですけど、はいはい、
8月6日だけちょっと店の都合で、うん、第一木曜日8月6日になっちゃうんですけどね、うん、8月6日、はい、夜7時半から7時半から周作と陽平のギターケースという、うん、これはずっともう11年目ですけど今やってて、ね、陽平っていうのはあれですか？相方もう一人いて、あ、そうなんですか、2人の、まあ、ソロが展開してんで、はいはいはい、一組ゲストを呼んで、あ、そういうことですか、ね、なるほどね、いいですね、ギターケースっていうのがね、またYTY ですね、はい、そうです、横須賀 YTY、 これは8月、6日ですね、今回7時半からですか、はい、7時から7時半から7時半から、はい、お楽しみいただきたいと思います、はい、で、松さんの方からね、じゃあお便りご紹介いたしましょうか、はいはい、博多のミキさんいただきました、皆さんこんにちは、博多の人もね、よく聞いてくれててね、まあ、いろんな、ね、地方の方もね、はい、楽しみにしていただいてます、先週の金玉も楽しみました、はい、ありがとうございます、やっぱり歌がたくさん聴けるのは嬉しいもんですね、うんうん、そして今週のゲストは初登場のレトロレジスタンスのお二方 で、お二方ですね、うん、初めましてようこそ、うん、今回は残念ながら動画など探せなくて情報が見つかりませんでしたので、うんうん、この放送でいろいろと楽しませていただくつもりです、はい、川崎 FM のゆったりとした時間を楽しんでくださいね、うん、リクエストはなし、うん、お好きな曲を好きに演奏してくだされば伝わります、はいはい、あ、かなおさん、先週末は久しぶりにお会いできて嬉しかったです、うん、そうですね、ありがとう、馬刺し、ね、ごちそうさまでした一人じゃいけないお店で、先週ね、母のね、実は一周忌というかね、それで戻ったんですよね、それでたまたまちょっと一番最終日だけ夜空いてたんで、お会いできたんですね、お会いできてね、ごちそうになりました、はい、そこのことじゃないですか、これ一人じゃ行かないお店で美味しいものを食べられました、うん、やっぱり博多の先輩方は元気良すぎです、そう、その後にね、またね、昭和っていうところで僕歌っててその時、まあ長吉君とかね、ロックバンド、モーツとロッカーズとかもいたんだけど、そこの40年ぶりにね、そこの友達と会ったりなんかして、うん、で、中野茂樹君とかってハーモニカのブルースハーブも、ね、ずっとその時代からやってたね、あ、ここに登場しますよ、そう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 、お酒飲んで記憶をなくすのは、ね、うん、名物水拳ハーピストだけでよかですって書いてますか、そうそうそう、しげきさんのこと、ね、さて話を変わりますが、うん、今未曾有の大雨で大変な九州ですが、うん、おいらは無事です、うん、同じ福岡市でも東区と北部の自分の住む地域と南区あたりではまるで違うように、うん、本当に局地的で大変な状況ですが、うん、被害が増えないことを祈っています、そうですね、福岡僕もね、たまたま、うん、一足違いでしたよね、そうそう、一足が、もう帰ってきた日から向こうが大変になっちゃって、ね、で、僕は本当に守られてね、僕は行った時はね、なんかその着いた日は雨だったんだけど、うん、もう翌日から日が差してきてね、で、その法要の時はね、もうすごく、うん、天気よくなって、で、戻ってきてまた大変なことになっちゃった、そう、次の日から大雨で、ね、そうなんだよね、だからまだまだね、予断許しませんけどもですね、うん、本当九州の方ね、大牟田とかもね、大変だったのね、あと、まあ、九州から今岐阜とか長野とかね、うん、だからもう日本全国ね、はい、気をつけましょうね、大変ですけどもですね、うん、本当に被害がね、少ないことを祈りますということでね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、はい、他にお便りはなんかメールかなんかないですか、ね、大丈夫ですか、今日これお便りをいただきました、うん、なんでなんかね、お便りをメールをいただきましたっていうよりお便りをいただきましたって言ってほしい、そう、なんか今日もね、横須賀から応援が来てくれて、内田翔也君とかね、名前出しちゃった、今日実は博多からもね、僕友達が女性カメラマンがね来てくれて、本当にね嬉しいんですけども、前はねもう来た人全員ここに入ってもらってたんだけど、うん、今ほら、うん、こういうちょっと密を避けるっていうね、時期になってきてますね、本当に申し訳ないんですけども、だんだん密にしていきたいと思うんですけど、ダメですかね、やっぱりまだまだダメですよね、まだだって、まだだって、いろいろね、そう、ここに十何人入ったことあるよね、そう、ここ10人ぐらい、インドネシアのバンド、ブルースバンド来た時に、そうそうそう、それで菊田俊介君が呼んだんですよ、で YTY で YTY でやったの、そして僕ゲストで出て、
そうそう、その連中来た時も10人ぐらいそう、もう入りきれないくらい、うん、まあそういういろいろねありますけどもですね、そういう日が回復戻ってくるといいな、そうですね、あのやっぱりこう少しずつでもねいい形でなんか明るい感じで、そうですよ ね、 あのね生活できるようになりたいですよ ね、 ね、まあ気をつけることは本当に気をつけてね、はいはい、油断しないように油断しないようにやっていきましょうということで、はい、今日はねあの、はい、レトロレジスタンスのお二人ね、レトロレジスタンスのお二人ね、はい、生演奏いきますか最後になんか、はい、ではもう一曲、もう一曲も新曲なんですかこれ、いやこれかなり古い曲ですね、あそうですか、よろしいですか、タイトルは何でしょうか、コケティッシュバイオリン、コケティッシュバイオリン、難しい感じもするんだけども、大体どういう感じ の、 あの音楽が好きなんですか？影響されたのとかあります？
兄貴の影響でね、私は小学校の4年生ぐらいからポップスを聴き始めて、洋楽を、うん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 、でビートルズがやっぱり最初の頃、うん、ビートルズっていうか世界中のあの頃イタリアの歌手とかフランスとかいろんな国のがね、うん、日本のベスト10に入ってたんですよね、うんうん、でだんだんやっぱりイギリスがすごく強くて、うんうん、でもそういう昔のポップスを聴いて、かといって聴いてるだけで音楽やってなかったけど、うんうん、日本のフォーク時代がやってきて、うんうん、で弾いてみたらその昔聴いた音楽が弾けるんですよね、子供頃聴いた曲が弾けるわけです。それに気がついたわけですよ。ほうほうほう。本当なんていうかな、フォークと洋楽がこう混ざったようなそんな音楽になってっちゃったっていうかね。大体でもビートルズとか、うん、あのまあ、ギタリストはベンチャーズとかね、そのなんかそういう感じ、うん、多いですよね。僕らの世代ですね、うん、これ基本っていうかね、うん、メロディー、メロディアスなやつが割と好きですよね。好きでしょ、うん、あの頃だってイギリスってほらクラシックの国だから、やっぱりメロディーラインがすごい綺麗だったじゃないですか、そう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 、昔の曲って。 で、ね、うん、でもアメリカになってリズムが主体になってきてね、うんうんうん、変わってきたんですけど、ね、だからちょっとこうあの要するにこう天候もちょっと曇りのなんかこう鳩場とかね、うん、そういうなんかこうちょっとウェットな感じのね、うん、あのあロンドン、まあ、イギリスのメロディーとかありますよね。僕も結構ねあのそういうのを聞いてましたね、あの、うん、だからそういうのがこうオリジナルを作るときにこうなんか影響されるっていうのはあるかもしれないですね、はい、うん、残ってるんでどっか ね頭の中にね、うん、あだからそのあんまり暗いっていう感じじゃないのね、うん、あの、ま、ねなんかね、うん、怪しいぐらいですね、あの怪しいさてさて、じゃあちょっとなんか最後僕やりますかね。あの、な、何しますか。なんか、今ちょっと準備が、言うでもいいけど、言うやろうか。不良中年じゃなくて、うん、あの、バラードで今日不良中年の方がいい。不良中年知ってます僕の、はい、どちらやりますか、不良中年のすすめ。もう大体不良中年ばっかりでしょ、ここ外から拍手が拍手来ましたね博多の僕のこと昭和時代から知ってる人だから、あ もう40年ぐらい前から、あの半田恵子さんで、ね、来てますけどね、半田恵子名前言っちゃった、うん、不良中年説明いきますか。ワン、ツー、スリー、フォー。なあWe'll be right back.
はい、大騒ぎしてしまいましたけどね、あっという間の1時間でしたけども、今日はねレトロレジスタンスの2人ですけども、いかがでしたか今日は。楽しかったです。本当はよかった。修作さんと、犬沼さんで、犬沼さんいかがでしたか。おとなしかったですね。いやもう貴重な経験をさせていただきました。いやいやいや、またねよろしくお願いいたします。ありがとうございます。お相手は、はい、松下としみ、はい、金代志郎でした。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。思い出が流れる春に罠の花が当たり前